あまり無理はするなよ。うん、ありがとう、シデ。やけに素直だな。いいか、僕はお前と慣れ合ってるわけじゃないぞ。ただいいコンディションを保つのも何をニヤついてるんだ。僕はお前のそういう間抜け面が嫌いなんだ。高め合える関係というのはいいものだな。僕とユイトだとは言ってないぞ。はいはい、でも俺はシデンとの関係がそうだといいなって思ってるぞ。ユイト、少しいいですか？難しい顔してるな。何かあったのか？ええ、実は極秘で処理しなければならない問題があるんですが、少々厄介な内容でして、僕一人では少し手に余るかもしれないので、ユイトの力を借りられればと思うんですが、どうでしょう？もちろん俺で役に立つなら。でも厄介な内容って一体何があったんだ？実は少し前から旧海抜群病院で行われていた研究について独自に調査していたんです。その調査の過程でとある研究データが青蘭側のスパイによって持ち出されたことが分かりました。ここでは詳細は話せませんが、極めて危険度の高いものです。一刻も早く消去しなければなりません。ってことは青蘭の研究施設に潜入することになるのか。ええ、特異生命研究施設にあるはずです。分かった。メンバーは俺とルカの2人だけか？ええ、その方がいろいろと都合がいいので。そうか、極秘の作戦なら知る人数は少ない方がいいってことかな。そう思ってくれて結構です。ではすぐに出発しましょう。今更だけど、潜入に気づかれないように隠れながら進んだ方がいいかな。いえ、前回も通った怪異の多いエリアをあえて選んでいますから大丈夫だと思いますよ。警備が強化されている可能性はありますが。もう助言はいりませんね。見せ場もらってくよ。一緒にやるわよ。こいつで、それ行けるぞ。任せろ、終わりだ。やるぞ、かけろ。畳みかけるぞ。最後はユイトが決めましたね。先手を取れたのは素晴らしいですね。見せ場譲ってろ。攻撃を受けて体に着火すると体力を削られるからな。今で気をつけてくれよ。俺がやる。やったか。
今の一撃は見事でしたね。近くに物資反応があるみたいですよ。見せ場もらってくよ。そら、こいつだ。な、次だ。敵が珍しいものを落としたみたいだ。よし。ちょっ、あっ。次だ。せーの。そら、いい調子だ。チャンスをかけろ。あなたに預けるわ。な、効率を上げましょう。さすがですね。私はこっちを見失ったようです。ユイトなら使いこなせます。ちょっ、もう助言はいりませんね。見せ場もらってくよ。一緒にやるわよ。やるぞ、カゲロウ。いい調子だ。俺がやる。頼むぜ、ユイト。狙えるぞ。見せ場譲ってやるぜ。こいつで先手を取れたのは素晴らしいですね。よし、さあ、せい。油みたいなものをかけてきやがった。あれを食らうとベッドベトになるぞ。頼むぜ、ユイト。任せろ。見せ場譲ってやるぜ。俺たちでやるんだ。俺がやる。来い。最後はユイトが決めましたね。頼むぜ、ユイト。俺たちでやるんだ。
頼んでいると。一緒にやるわよ。来いよ。一緒にやるぞ。外角に当たった。攻撃を集中すれば破壊できそうだぞ。潰れろ。攻撃が効いてる。畳みかけるぞ。終わりだ。今の場所が弱点か。やるぞ。かけろ。今の一撃は見事でしたね。見せ場譲ってやるぜ。今のルカ。頼むぜユイト。ユイトなら使いこなせます。見せ場もらってくよ。さすがですね。敵はこっちを見失ったようです。やるぞカゲロ。俺たちでやるんだ。来い。次だ。見せ場もらってくよ。狙えるぞ。見せ場もらってくよ。
撃は見事でしたね。やるぞカゲロウ。俺がやる。終わりだ。見せ場譲ってやるぜ。外角にダメージをかけて、このままぶっ壊せ。外角の破壊に成功。一気に攻めろ。火の攻撃を受けて体に着火するのは狙えるぞ。体力削られるからな。気をつけてくれよ。見せ場もらってくよ。すみません、お見送りでしまいました。任せろ。終わりだ。熱くなりすぎました。見せ場譲ってやるぜ。熱くなれ。頼むぜユイト。明日ね、一緒に。外角の損壊を確認した。狙えるぞ。高みかけろ。油みたいなものをかけてきやがった。あれを食らうとベッドベッドになるぞ。やるぞカゲロウ。任せろ。やったか。見せ場譲ってやるぜ。こっちで狙えるぞ。頼むぜユイト。任せろ。終わりだ。決めてください。
お礼に預けてくれ。近くに物資反応があるみたいだな。もう助言はいりませんね。
俺に預けてくれ。僕の超能力を使えばこの先に進めそうですよ、ユイト。ユイトなら使いこなせます。もう助言はいりませんね。ユイトなら使いこなせます。物資反応があるみたいですよ。
任せろ、試練。やっ、せい、ラッ。ユイトなら使いこなせます。俺に預けてくれ。これってかなりレアものじゃないか。今のルカ。俺に預けてくれ。
予想以上に怪異の数が多い。やはりユイトに一緒に来てもらったのは正解でしたね。あまり道中で手間取ると潜入を察知されて研究データをよそに移されるかもしれませんから。ついてきた甲斐があったな。そういえばなんで旧海抜群病院の研究なんて調べてたんだ。そうですね、ユイトだから正直に話します。こんな言い方で気を悪くしたらすみませんが、ユイトを見ていて考えてしまったんです。自分もいつか超能力を失う日が来るかもしれないと。そうか、同じベルペッパーだもんな。ええ、その不安を拭うために政府が行っていた超能力に関する研究を自分で調査し始めました。その中にもしかしたら無能力症を根本的に治療するような方法があるのではと期待して。なるほどな。あ、だから今回俺に協力を頼んだのか。はい、こんな風に理由を聞かれた時、秘密を知っているユイトなら嘘をつかなくて済むので。すみません、勝手な理由で手伝わせてしまって。いいって、どんな理由でも頼ってくれて嬉しいわ。それで期待通りのものは見つかったのか。いいえ、残念ながら代わりに正反対のものを見つけてしまいました。もしかしてそれが今回の。ええ、薬剤を使って人の脳から超感覚刺激ホルモンを除去し能力を完全に消し去るという技術です。あ、能力を消すって、なんでそんな研究をしてたんだろう。敵対する超能力者を無力化する軍事用の兵器として転用するつもりだったようですね。それを今は研究を盗んだセーランが進めてるってわけか。こんなものが実用化されれば超能力を武器とする僕たち海抜群にとっても大きな脅威になりますし、何よりベルペッパーとして差別されながら生きる人間を今以上に増やすことになります。そうだな、こんな研究絶対にやめさせなきゃ。早いとこデータを見つけ出して消去しよう。もう助言はいりませんね。瞬間移動、僕より使いこなしてませんか。だとしたらルカのおかげだよ。ルカってすごいな。一人で研究について調査をして潜入作戦まで立てて実行しちゃうんだから。こう見えても海抜群としての爆発だけは踏んでいますからね。ここが盗んだデータを研究してるラボなのかな。そのはずです。誰もいないようですね。今のうちに済ませてしまいましょう。これはちょっと待ってください。どうしたんだルカ。どうやらセーランの研究はすでに僕の予想よりもずっと進んでいたようです。このデータは薬剤を無差別に散布して
町一つを丸ごとベルペッパー化する兵器の開発計画です。これを応用すればニューヒムカの人類全体をベルペッパーにすることさえ可能かもしれません。なんてこと考えるんだセーランは。そんなヤバいものすぐに消去しよう。あどうしたんだルカ、早くデータを。いえ、ちょっと変なことを考えてしまいまして。ユイとはこんな風に思ったことはないですか？もしこの世に能力なんてものがなかったらって。ちょっと待てよルカ、急に何を言い出すんだ。僕にはあります。物心ついてからずっと超能力に悩まされてきましたから。今の社会は能力の優劣にとらわれてしまっている。能力のあるなしで差別され、人生が左右されてしまう。でも人類全てがベルペッパーなら、もう誰も能力のことで悩む必要はなくなるんじゃありませんか？能力なんてものさえなければ起きなかった悲劇をユイトもたくさん見てきたでしょう。落ち着いてくれよルカ、自分が何言ってるか分かってるか？僕は落ち着いていますよ。だったらそんな兵器なんかで悲劇がなくなるわけないって分かるだろう。悲劇を起こしたのは能力じゃなくて人間だよ。無理やり能力を消したって何も解決なんかしない。ルカがずっと悩んでたのは分かる。俺も超能力を失うことを考えたら不安になるし、でもだからってみんなの能力をなくせばいいなんて、そんなのは絶対間違ってる。誰よりも能力の優劣にとらわれてるのは本当はルカ自身なんじゃないのか？すみません、今のはちょっと趣味の悪い冗談でしたね。え？冗談だったのか。なんだよ、脅かさないでくれよもう。安心してください、研究に関する全てのデータはバックアップも含め後も残さず消去しました。そうか、ほっとしたよ。では帰りましょうか。怪異だらけの中での瞬間移動は危険ですから、元来たルートで脱出しましょう。ああ、わかった、行こう。今のルカの話全部冗談だったにしては妙に気持ちがこもってたよな。実行する気はなかったにしても、ルカは本当にそうしたいぐらい苦しんできたのかもしれない。これで無事終了ですね。お疲れ様でした。何事もなくてよかったよ。さっきはちょっとびっくりしたけど。なんとなくユイトをからかってみたくなったんですよ。それに今だから言いますが、正直ユイトには少しばかり反感を持っていました。え？反感というよりひがみですね。僕は幼い頃からずっと研究のための実験動物みたいなものでしたから、同じベルペッパーでもユイトはそれを気に病むこともなく家族に愛されて育ってきた。そんなあなたに僕の気持ちがわかるはずがないと心のどこかで思っていたんです。そうだったのか。ごめん、俺ルカがそんな風に思ってたなんて。ユイトが謝る必要は何もありませんよ。さっきのユイトの言葉で
僕も気づかされました。違う生き方をしてきたからこそ僕と違う見方ができて、そんなユイトから学ぶことがあるのかもしれないと。能力の優劣にとらわれているのは僕自身。ユイトの指摘は確かにその通りだと思います。あはは、勢いで偉そうなこと言っちゃったな。僕の方こそ子供じみたことを言ってお恥ずかしいです。セプテントリオンがこんな人間でがっかりしましたか？いや、ルカの本音が聞けてよかったよ。今後も遠慮なしで話してくれると嬉しいな。本当にユイトはまっすぐですね。そういうところも少し見習ってみましょうか。というわけで、せっかくですからここからアジタまでまっすぐランニングで戻りましょう。え？アジトまでって結構あるぞ。せっかくルカと一緒なんだし、瞬間移動で。スタミナも筋力と同じぐらい大事なんですよ。さあ、行きましょう。1、2、1、2。遠慮なしって、そういう方向？